どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日はやっていくのは肥料ということで金肥というのをやっていきましょう。金肥、まあ、簡単に説明すると金を出して肥料を買うというのを、金肥というふうに言います。はい、つまり商売人から要するにですね、金を出して肥料を買いますよ、金を出して肥料を買う、略して金肥、いうことになります。では金肥の種類について次回以降はしっかりと見ていきましょう。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。